千賀寺市場は、三重県東賀市にあった、日本の城。別名、千賀地場とも呼ばれている。与野地区上群と、周辺地域の空中写真、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成千賀寺市場は、国道368号から西へ 1km ほど行くと、与野という集落になる。 集落の両側に丘陵があり、その谷上地となっている。この両側の丘陵には14もの扇が群立しており、その中の一つが千賀寺市場となる。与野集落に入った右手最初の城が千賀寺市場で、旧地で金地国と言っていた。服部課長の流れを組む服部保補長は、足利義春に仕えていたが、当地に移り住み、 地名の千賀地を生として当地に城を築いたと言われている。しかし、服部補長の子、服部正重は、伊賀国を出国、徳川家康に使え1582年本能寺の変が起こると、徳川家康を助け、伊賀山中から四日市に移し、そこから海路で、岡崎城へ送った。服部正重は後に、よりき150機。 伊賀童心三百名を支配下に置く旗本八千国となり、江戸城、半蔵門に名を残している。服部正重は1596年に死去、服部正成が後を継いだが、家臣の統率を乱し1605年に失脚した。他の一族としては、東道半城代の東道うねめ、津軽藩画老服部長と、桑名松平藩、服部岩見等がいる。近獅氏保安。 地下地半蔵遅くなお雪を保つとあるが、城に関する伝承はない。城跡は20メートル四方の平地で、東、西、北の三方に土塁を巡らし、北側の段丘には堀を切って独立させている。また東、西、北の三方は、旧街となっている溶岩の地となっている。北側土塁上には74メートルの矢倉台か、見張り台があったと思われる一段高い台地が設けられている。 本格内は、服部半蔵、ハンゾウ、東道誕生の地として石碑が建てられ、同地区の公園として保存されている。ありがとうございます。